誰から話せばよいのやら。ラマホースシャンプーラマ、てめえ何しやがら。人呼んで不倫館高校の青い雷鎚、説明してもらおうか、ランマ君。オラの技を手品呼ばわりする気か。向こう殿、多少はできるようじゃの。あかねちゃんのパンティ、うちの天道登場、イソロンランマ最修行の受精魂、まさに悲劇、水をかぶると、修行場受選挙。お客さん物好きね、大変危険なので、もうタレも使ってないのよ、この修行場。お客さん何するね、泉に落ちたら大変よ。はいやー、何兄ちゃんに落ちてしまった。いや、兄ちゃんは1500年前若い娘が溺れたという悲劇的伝説あるのだよ。いや、そこで溺れた者みな若い娘の姿になってしまう呪い的泉、ほら見ろ、娘になってしまった。命は捨てても男を捨てる気はなかったわい。風林館高校はどこだ。さおとめの石様、朝ごはんですよ。あは、ラマ、責任取るよろしい。伊達に白年生きとらんわ。ボロになってないわよ、お姉ちゃん。よしよしよし、アカネ君に対して慣れ慣れしい。それが失礼したね。シャルロットはアズサちゃんのものですわ。だけどアカネ笑うと可愛いよ。うちの天道登場、イソロランマ最修行の、まさに悲劇、水をかぶると、女になっちゃう、ふざけた体質、茜の稲漬け。勝手に決めるなよ。茜の稲漬け、迷惑だわ。茜の稲漬け。